きゅうちゃんです。今日はですね、ちょっとお知らせがございます。なんと1年半ぶりぐらいにグッズを発売いたします。ちょっとね、前回のグッズから少し時間が空いてしまったんですけれども、ああもうなんかすごいウエストのボタンが開いちゃってる。で、今回ね、モデルも務めさせていただきました。リバティンエイジさんとのコラボで、T シャツとロング T シャツと、バケットハットを作りました。ちょっとデザインはね、私じゃ一から頑張って考えましたので、これメンズもレディースもユニセックスで、着れるかなと、着ていただけるかなと思います。撮影は、メンズモデルに C2 がね来てくれて、あと見学にザンギとペガサスが来てくれたんですが、このようにザンギはずっとカメラを回し続けて、はい、まともな動画が全然ありませんでしたが、いい感じに撮ってくれました。ありがとう。休憩中のシーニーとペガサスです。受注期間が、もう受注始まっていて、10月の7日金曜日の23時59分までの発売となっております。ちょっとね、まあ長いのでゆっくり考えてお求めくださると嬉しいです。今回 T シャツ5色、ロング T シャツ5色、バケットハットが2色の色展開になってます。サイズなんですけれども、サイズは、白の T シャツ、黒の T シャツが S サイズを着用していて、それ以外は全部ね L サイズを着用しているので、ちょっとサイズにね迷った方はぜひ参考にしてみてください。ちなみに身長は151センチの体重は40キロです。これちょっとね、 CD がね最初の頃緊張しすぎているんだよね。本当に面白かった。もう顔がこれ待つ準備があるよね。本当に面白かったです。私も久しぶりのね、まあ、ザンギの撮影がねちょっとこないだったけれども、まあ、久しぶりの撮影でちょっと緊張というかね、まあ、大丈夫かなってすごい不安だったんだけど、なにこれなにこれで、おすすめのカラーは、T シャツがオートミールっていうカラー、ちょっとね白っぽい、本当に薄い灰色っぽいのになんかちょっと黒がポチポチしてる感じで、オートミールめっちゃ可愛かった。すごい着やすいと思う。多分白とか黒よりオートミールが普段使いしやすいのかなって感じで、ロング T シャツのおすすめはチャコールとオリーブがおすすめかな。これ着てるのがちょうどチャコールだね、とちょっと緑っぽいオリーブが、おすすめです。まあ、T シャツにあと炭だったっけ、もうなんかおすすめです。使いやすい、すごい使いやすいかな。今回、リバティエイジさんのツイッターとインスタグラムをフォローとなんかリツイートとかしていただけたら、私のサイン入りのステッカーが当たりますっていうキャンペーンも同時にやってるので、よかったらね皆さんツイッターの方も見ていただけたらなと思います。正直ね、この撮影に向けてちょっとダイエットをしていまして、なんか食べ過ぎちゃってたんだよね。まあ胃下垂になってしまって、食べることが楽しくて楽しくて仕方なくて、ちょっとね、まあ結構太りになられてしまって、まあダイエットしてたんですけれども、これ大丈夫この足自分的にもうちょっと絞れたかなと思うんですけど、ちょっと恥ずかしいね。まあなんか新ニートのペガの撮影もあったりとかして、このねポーズとか撮ってるけどね、本当に全身筋肉痛になっちゃって、運動不足でもうなんかヒールでポージングをするっていう、すごく骨盤付近にね負担がかかるんですよ。ちょっとデザインの説明とかしようかな。 T シャツは左胸にハートのプリントと、刺繍の私のロゴと、まあ、2022年8月発売受注開始なので、2022-08っていうね、まあ、全部のこれからグッズに何年の何月発売っていうのをつけていきたくて、あとはインじゃなくて
外に出しても可愛いようにあのお尻の方、後ろの裾の方にねバーコードも、これもね結構意味のある数字のバーコードになっていて、バーコードがでかくねプリントされています。あとロング T シャツは胸元にハートをなんかゲームっぽい感じを出したかったから、ちょっとヘルスみたいなイメージをして、私のロゴを中に入れて、外枠がハートの外枠が、黒色の刺繍で、中の赤がプリントで、袖に、バーコードのプリントがちょこんとあります。いやめっちゃ慎重してさお前じゃないし感じるし、お前の方が近いやん、びっくりしよう。楽しかった、楽しかった、楽しかったけどめちゃくちゃ緊張した入ってきた時来たと思う、声かけなかったもん緊張して。全然よかったわ。あ、よかったよかった。でもめっちゃよかった、初モデル、ナイス。これからご飯に行きまーす、ご飯は初めて魚べいに行ってきました。最近ねちょっと回転寿司にハマってて、あんまり回転寿司って行ったことなくて、これ4人の他に、ご飯からゆのぴと、しらが合流して6人であのご飯に行きました。あのね、多分ほとんどゆのぴがね払ってくれたんだよね。ゆのぴごちそうさまでした。皆さんよかったらグッズの方よろしくお願いします。ぜひ買ってください。お母さんにお父さんに頼んで、お手伝いをたくさんしてお小遣いをもらって、ちょっとね買っていただけたら、あんま無理はしないでね買っていただけたら嬉しいなと思います。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではみんな、じゃあね、バイバーイ。